俺だ。うわ、めっちゃいい匂いする。うわー、めっちゃいい匂いする。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高のホーム開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？戦えます？大丈夫ですか？大丈夫です。僕は大丈夫ですよ。発言戦場よ。ということでじゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、大昇龍さんで最高でしたね。最高でした、ね。最高でした。はい。曽我さん、ちびのりさん、水島さんは日本酒飲み上げてましたよね。ゴイゴイ言ってましたね。ゴイゴイ言って言ってたっすね、マジで。ゴイゴイ言ってましたからね、マジで。はいはい、今日の試合3人は、まあ、夜だから大丈夫か。はい、まあまあ楽しくね、宴をさせていただき、大昇龍さん、はい、本当に、あ、申し訳ございません、ありがとうございます。いつも提供していただき、そんなこんなに本日は町田戦ということで、はい、まあ、その前にちょっとね、子ども食堂さんの、はい、昨日小林農場さんから提供していただいた、はい、お野菜とお米、はい、そして梨ですかね、はい、ちょっとどういった形で皆さんが、ね、食べられてるか、その様子を伺ってから、山田向かい行きます。ああ向かい来 い,、はいはい、来いって言って来てくださいって言ってましたけど、はい、行きます。時間間に合えば、あ、じゃあ時間間に合わないから山田自力で来てください。神田シークレットキーホルダー、はい、選手の何でしたっけ、堀米選手と早川選手、はい、発案の、はいはい、選手の名前入りキーホルダーな、ちょっと名前忘れましたけど、はい、あれシークレットだから誰が出るか分かんないでしょ。ちょっとあれ買わないといけないから。あれ藤原選手なんか鉄人とかなってました。
あ、藤原選手、鉄人。いや、いいですね。鉄人って言ったらなんか長倉選手のイメージがあるけど、あ、藤原選手なんですね。じゃあマスさん、はい、シークレットだから120個買ってください。俺5つ買うんで。なんで120個買って。いや、って誰が出るか分かんないから。いや、その前にお金がつきますよ。え、お金なんか。いやいや、持ってるくせに。ない持ってるくせに。ないっていうことで120個。神田は5つ買います。はい、逆ですね。ちょっとまだあるっすよね。分かんないです。うわ、ちょっと早めに行きましょう。そうですね。とりあえず岩室の子ども食堂さんのところに行きたいと思います。お願いします。オッケー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 。準備お出す。待ってるわ、ビッグスワンで。いやいや、1時間かかるんですよ。え、頑張ろうや。ここから歩いたら1時間。いや、ちょうどウォーミングアップ。スーツでしょ。え、これで歩くわ。どれどれ。裸足で行けばいい。裸足で。いや、余計すれます。マスター、開けてくれってことらしいですよ。はい、開けてもらっていいですか。ありがとうございます。はい、動画撮ってるのお前絶対入ってくるよね。なんなのそれ。ねえ、動画撮って、俺が動画撮ってるの知らないの。山田さんにディスられましたわ。ディスりました。ああ、ディスられましたわ。新潟のサッカーを一人で見る人ってなんかどうなのかなみたいな感じで言ったんですけど、俺十何年間ずっと一人だったんですけど。途中から一人じゃないですよ。途中からね、途中からねって、ここ1、2年やからね。ちょいちょいディスるけど。ミカさんとかね、ずっと一人で、ずっと一人なのかな、どうなのか分かんないけどね。まあそういったミカさんとかも交流が持ちつつあるから嬉しいですね。ああ、そうなんだ。まあ勝った試合とかはなんか分かち合いたいよね。分かち合いたいっていう言葉があってるのかどうか分かんないけど、話したいよね、誰かと。そういうのが、あれだけ知らない人とそれがサッカーの良さですもんね。良さであり魅力ですね。高校球児2人がサッカーを見てるっていうのもまた不思議なもんですからね。共にポジションキャッチャー。はい、そしてナルズさんもキャッチャー。ナルズさんは天然じゃないんだよな。なんでこの2人は天然ブラザーズなんだろうな。ナルズさんまだ分かりきれてないとか。ああ、そういうこと。見えない部分でってことね。昨日だからミカさんも入れて団子三兄弟言わず天然三兄弟、天然団子三兄弟にしようと思って。大昇龍さんでリゾットの作り方で長男と長女が揉めてたもんな。勘弁してくれよと思って。そんなチーズの入れるタイミングで揉めると。はい、若いですね、はい、長男、長女は。今日長女来るんですよ。長女美香は来られてませんか。言ってましたっけ。ですね、ま、今日あれだ、3兄弟揃うんですね。3兄弟。
どんな風になるのか。バカや、またこれちょいちょい悪口言うでしょ。悪いバージョン、バカいじりって。そう、めちゃめちゃ言うな、ほんと。次男が一番態度でかい。次男一番後ろでなんか闇金牛島くんばりになんか座ってますからね。まあもうビッグサン見えました。あれ見えたよね。もうちょいです。5分ぐらいですかね。さあ行きますか、町田線。あそこにいます。あります。あそこにいます。誰が？あります。あります。あります。もうややこしいわ。いますよ。ああ今言ったよね。ありますよ。あ行が出てこないって言いますよ。どういうことよ、あ行が出てこないで。一番出てこないといけないところでしょ、あ行は。またわけのわからない言い訳するでしょ。本当に3連射、さあ着きました、ビッグスワン。本日町田線3連勝を目指して一生懸命応援させていただきます。頑張ろう新潟、待ってろ町田。ガラポン何回するの、ガラポン3000回3000回3000回するんじゃない、3000円分する。あ、3000円分なの。3000円分する、3000回かと思った。3000回できるのかよ。できるやろ。気持ちだろそこは。3000回っていくの。いや1回1000円やから300万ぐらい。俺30万。ペイペイチャージできない。急いで銀行や。現金1個に配ない。おマジで今日初色だ、初色。すげえ。もう一丁、もう一丁。出んのかい、出んのかい、出んのかい。なんでやねん。おー全色すごい、色違いやね。来たね、来たよこれ。来た。太田選手。来ましたね。来た、サイン入り。すげえ。すげえ。すげえ。おはようございます。ちょうど推しのやついるからあげるとこれ。やっぱ人のはダンだよ。まあ鈴木選手が欲しいんだもんね。それはいろいろ持ちつ持たれつつ。でこれ何だ。お、誰。カイト。お、カイト。はい、来ましたね。来た。今日決めるとこ。来た。今日決める。来ました。誰が出るかな、誰が出るかな。誰これ。分かんない。鉄人18番。鉄人18番。ああ早川選手は18番やから。早川選手で来ました。ちょっと一瞬10番に見えた。18でしたね。さあ何が出るかな、何が出るかな。じゃでででって17番ゴメス選手。ダニーロゴメス選手来たー。いやすごいよね、17、18で出るから、はい、ある意味持ってるかも。誰が出るかな、誰が出るかな。てておおすごい、長谷川元希選手。来たー。結構10番台が出る。いやすごい。さあラスト1誰だ。さあラスト誰が出るかな、何が出るかな。て誰これ。お、高木選手じゃないこれ。来た。次男。高木次男。次男。来た。高木選手。引いた。いやすげえ。Thank you.
さあ試合開始。町田は前節岩田戦で自分たちらしいサッカーをして開始4分に先制点を奪ったので、まあ、この試合も新潟の守備陣に対してかなり、ね、圧力をかけて攻撃に枚数かけて前線から猛烈なプレスをかけてセットプレースローインを、ね、獲得してくると思いますので自分たちの得意な流れにどう持っていくのかどう引き込むかっていうようなことをしてきますので新潟がそれをどうかわしていくのかどう受け流していくのか、まあ、その辺が一つ、まあ、ポイントになるんじゃないのかなと、一緒に見ているマサニーヤも、まあ、セットプレーが怖いって言ってますので、まあ、セットプレー一つ気をつけながら岩田戦は開始4分でやられ岩田が、ね、失点してますので新潟は立ち上がり集中して、まあ、本当にこの試合先制点がどっちが取るかによって大きく変わってくると思いますので新潟が、まあ、本当に入りですね新潟の入り新潟の試合の入りがどうなのか、まあ、注目してみたいと思います。まあ、得点は鈴木浩二選手長倉選手そしてなんか久々に島田選手とかねフリーキックとか決めてほしいですよ ね、 そうですね。さあ試合開始いきましょう、うん、頑張れ頑張れ新潟新潟新潟え何回言うねん何回言うねん今日は秋山選手いないから、まあ、島田選手が多分パスの供給役になると思うん で宮本選手が多分攻撃陣1枚前に上がってって感じだからまあその辺をどうするのか、まあ、ボランチができるだけ、ね、縦関係になりながらボールを前進させていきたいのが新潟だけどいいとこ出た来たいやー何もなかった惜しいまあいいですねサイドに揺さぶりながらいい攻撃ができてるんじゃないのかなと思いますね。さあシンプルにどうするさあ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 、まあ、ボランチの島田選手が一つキーポイントでしょうね攻撃の面ではあちょっと藤原選手これやばいんじゃない足首結構深く入ったからやばいんじゃないいやーこれやばいな藤原選手いけるかいやーこれ大丈夫かな藤原選手いやーちょっと心配だなぁ足首いけるか結構深かったけどなあんなに転がる藤原選手ないですもんね珍しいよなイエローかレッドか、まあ、VAR は入らないかあいけそうあ、いけるでこれ立ち上がってプレーしてダメっていうパターンもあるからねうわどうなるかなマジであ立ち上がるいけるあいけるうわすげえないけるか大丈夫かあ大丈夫そうですねうわすごいなうわすごいちょっと怖いですね大丈夫かなうわいけますいけますねうわすげえちょっと怖いけど無理はしてほしくないですけどねちょっとあ痛そうだけどなうわ頑張れ藤原選手一つ新潟の守備の狙いがまあ、オセフン選手と藤尾選手のところにボールを収まさせないようにしっかりねトーマス・デン選手とマイケル選手が競りに行ってチャレンジ&カバーしてでそこのセカンドボールマイケル選手トーマス・デン選手が弾いたところセカンドボールの返しを宮本選手がね行うってことをやってるからまあ町田の2列目の中盤が前向きで
上がっていけないので圧力かけていけないので、まあ、今のところ新潟ペースかなと思いますね。まあここどうやって、新潟はねちょっとピッチがスリッピーだから、まあ、パスをどうやって前に運んでいくのかというところが一つポイントになりますね。町田はもう新潟にボール持たれているときはしっかりブロック作って 4-4-2 で3ライン引いて守るっていうことを徹底しますね。もうブロックしって守るで、ミスが生じたら全員で連動してそこを狙っていくってことを徹底しますね。だからちょっと新潟が持たされてる感あるですね。新潟が持たされてる感があるかなって思いますね。倒された宮本選手は大丈夫そうですね。さあダニーノ選手が狙うのかどうするのか、さっきマイケル選手がダニーノ選手に何かアドバイスね言ってたけど、なんて言ってたのか、これとか頭に落とせるなるのかな、それともボールの蹴り方を言ってたのか、コースなのかどんな感じなのか。さあダニーノ選手なのか、ちょっと長谷川元気選手なのか、長谷川元気選手かな、フェイクでダニーノ選手か、あダニーノ選手惜しいですね。さあカウンター気をつけて、カウンター気をつけて、カウンター OK ナイス長倉選手。さあさあ新潟は町田が開けたスペース、空いたスペースにどれだけね新潟の選手が早く入っていけるかってところは、まあいい形でシュートを打てるかどうかだと思いますので、まあこのコーナーでねちょっと入れたいですね。セットプレー一つ、マイケル選手頼む、来たいいボール、いや惜しい、いやあーファールかな、あーオッケーオッケー、仕方ない、オッケーオッケー。まあ空いたスペースのところに町田の選手よりも早く入っていきたいですね。新潟はそうなってくるとそこのスペース使えて、またスペースを埋めに来た町田選手のところポジションを上げたところが開くので、そこをねうまく使って前進していきたいですね。ペナルティエリアの中のシュートさっきが初めて、もう一本あったかないかぐらいですかね。エリア付近っていうのが長谷川元気選手、町田シュートゼロですか、まあ、1本あるかないかぐらいですもんね。まあ、松田が多分いい形でシュート打ててないと思うんですよね。あ、来たお、あまあそうなるんですよね。まあ新潟ペースっちゃペースだと思いますね。さあコーナーキックですね。前半38分、決めたいですねこの辺でコーナー。マイケル選手とかトーマス・デン選手か、ファーサイドで待ち構えている長倉選手か、押し込みたいですね。さあ来た、ファーサイドか、あーショートコーナー面白い、いやー大きいね。カウンター気をつけて、あー OK ナイス回収。ズレたか、あー惜しい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 、切り替え、いやーちょっと嫌な位置でフリーキックですね。気をつけない、こういったセットプレー、まあ、前半終わりこれ気をつけたいですね。気をつけたい、前半終わり集中セットプレー、町田初めてかなセットプレー、集中したいですね。コーナーキックもないですもんね、まだ。ちょっとこのセットプレー嫌だな。ヘンリー選手とその後ろに中山選手がいるからそこ怖いな。あ、今日、オッケーオッケー、さあ新潟進歩、あ、バイボン、あ、ゴールキックかな、お、ナイスレース、集中してますね、ナイス、集中、
アディショナルタイム多分1分あるかないかでしょうね。そうですね。でも優秀で、あと藤原選手のとこか、まあ、2分ぐらいでしょうね。3分あって、あと3分、あと3分ぐらいでしょうね。集中したいですね。Thank you.
時かなと最初スタートよくでしょうし、後半開始なんですけど、まあ、前半は町田が徹底的にリスク回避してきてましたね。まあ多少後半はリスクを負って前から来るんじゃないのかなと思います。まあ、そこに新潟のセンターバックのトーマス・デン選手とマイケル選手が焦らず冷静にどれだけ対応できるかですね。ちょっとトーマス・デン選手が無理くり縦パス入れてパスカットされたシーンがあったので、まあ、その辺はね冷静に見極めながら焦らず狙っていってほしいですね。狙いすぎるとね町田の方はそこ狙ってきてますんで、まあ、そこでね焦らずしっかりね相手も見ながら、いやトーマス・デン選手ね縦パス入れてほしいし、まあ、マイケル選手の持ち出しのところはねちょっと冷静に判断しながら前半の終わりぐらい1個ねちょっと危ないシーンあったから、もう焦らずもうね絶対自分たちのペースでね、はい、やっていってほしいですね。あ、ここは危ない、 OK です。さあ後半1点取った方ですね、1点取った方がこの試合かなり有利になるんじゃないのかなと思うんで、さあ行こう新潟、行こう。さあ新潟はディフェンスラインと中盤の選手はいい感じでね距離感保ちながらつながってると思うけど、前線の選手とねうまくつながれてないような感じがするから、誰がねリンク役しながらどこでスピードアップしていくのかな。ワンタッチパスとかダイレクトパス入れてもいいんですけどね、今日はなかなかその辺がないですね。ちょっとスピードを上げたいですね、どっかで町田と同じようなスピード感を持ってサッカーしてるから、どっかで新潟はスピードアップしたいですね。あ、このコーナー気をつけたいですね、町田のコーナー。さあこのコーナー庄司選手がファーサイドちょっとデザインしてくるんじゃない、ほら来た、いや出た、オッケーナイス、オッケー、よかったよかった、ナイスナイス。さあこのセットプレーから点取りたいですね。セットプレーから新潟この苦しい時間帯というか、ここでセットプレー取れたらでかいぞ。このセットプレーで点取れたら、さあ谷口選手もしくは稲村選手の初ゴールか。さあ誰が取る、お、いいボールか、いやー惜しいな、惜しい。さあ町田のコーナーですね、気をつけたい、マジで一人交代最後入れるか、このコーナーで交代しますね、あさせない、あしないね、このコーナーやりきって交代か、いや集中したい、集中、ナイス、オッケー、ライン上げる、ナイス、オッケー、ナイス。ちょっと痛めたかな、小野選手かな、とトーマス・デン選手ダメか、足首ちょっとボール、あ股関節かな、どんな感じ、あ立ち上がった、あ立ち上がりましたね、よかったよかったかな。で新潟の、あ違う、あ町田のコーナー、あ町田のコーナー、小島選手が触ったんですね。いや集中ですね、ここまた集中、マジで集中ですね。
よー集中集中マジでこのセットプレー集中ファーサイド気をつけて OK ナイスこのセカンドボールあーマイボーあもう一回コーナーあもう一回コーナーかさあ集中集中集中ちょっと嫌な時間ですねちょっと嫌だいやー頼むセットプレーこれ下がって先にあー危なかったよ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 かった危なかったけどめっちゃ痛んでる大丈夫かないや大丈夫か全員っていうかなんか大丈夫かああ大丈夫そうですねよかったよかったさああと多分5、6分かな5、6分でセットプレーとかで入れたいな新潟セットプレーで頼むぞおー危なかったー危なかったーここも集中ですねこれナイス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 稲村選手ナイスさあまたロングスローかそれから投げるふりしてショートかさあロングスロー嫌だなここ集中前に取った来た小見選手来た来た小見選手いやー惜しいこれは8点裏あー OKOK ナイス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 いやー小見選手のカウンターのドリブル良かったですね仕掛けはさあ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 ラスト3分ぐらいかなさあ行こう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 ナイス来たいやー谷口選手取ったよーオッケーナイスよかったよかったオッケーオッケーさあここ決めたいマジここ決めたいいやーここで決めたいマジでさあここで決めたいなんか小野選手ぐらいが決めてくれそうだなか谷口選手が決めてくれそうここ点入るんじゃねえか新潟ここ点入るんじゃないのか新潟このセットプレーでああとは島田選手のキックの精度で最後カウンター気をつけてカウンターだけいやー面白いけどいやーあー終わり終わりあ終わりかあ引き分けいやー惜しかったなまあ 0-0 ということでまあ勝ち点1を分け合うということでまあ次、まあ、このルヴァンカップで、まあ、連勝は止まりましたけども、まあ、負けなしってことで、はい
勝ち点1で積み上げられたことは良かったんじゃないですかね、非常に。そうですね、またもろもろ解説動画でお伝えしていきたいと思います。どうでしたか。いや、まあちょっと惜しい試合だったんですけどね。まあ、鈴木選手にやっぱなかなかボール入らなかったですね。そうですね、そう、ボールあんまり触れてないんじゃないかな、この試合は。まあでもやっぱ前線の選手にいい感じで、そうですね、だから、まあ、そこは次への課題になってくるんですかね。まあ、またもろもろね、さっき言ったようにちょっと映像を見ながらまた振り返っていきたいと思います。いい試合だった、ナイスゲーム。
ナイスゲーム、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 勝ち点1大きいよ、勝ち点1、勝ち点1大きいよ、ナイスゲーム、ナイスゲーム、ナイスゲーム、勝ち点1大きいよ、次次次勝とう、次、ナイスゲーム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 、次次次次、ナイスゲーム、どういうこと、味方、味方だから。おー、惜しい。あ、味方。